CIA ワールドファクトブックによるヨーロッパの地域の分類北ヨーロッパ西ヨーロッパ中央ヨーロッパ南ヨーロッパ南東ヨーロッパ南西ヨーロッパ東ヨーロッパ南西アジア北アジア中央アジア中東国際連合によるヨーロッパの区分北ヨーロッパ西ヨーロッパ東ヨーロッパ南ヨーロッパ北欧は北ヨーロッパの中で文化歴史的な共通点でくくられた地域であるとは欧州 オーラとものであり日本語では北欧と北ヨーロッパに明確な辞儀の違いはなく、しばしば同義語とされる。ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランドにバルト三国、ブリテン諸島、アイスランドを含む。日本では北欧諸国と表記する場合もある。次の5カ国3地域が北欧理事会加盟国となっている。このうちスウェーデン、デンマーク、 ノルウェーの参加国は特にスカンディナビアと呼ばれる。ただし、現代の北欧の人々は、外交上あるいは学術上といった公的な場を除いて、北欧とスカンディナビアを春別せず混同することが多い。北欧諸国は、歴史、文化、社会等に共通点が多い。言語、民族的には、フィンランドバルト三国を除き、北ゲルマン語を話す、北ゲルマン系民族である。 北ゲルマン語は北欧語、ノルディック語、ノルド語とも呼ばれ、非常に似ているデンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、アイスランド語及びフェロー語等の総称である。また逆に北ゲルマン語は北欧諸国以外ではほとんど話されず、北ゲルマン系民族は北欧諸国以外にはほとんど居住しない。フィンランドの多数民族はウラル系の総味人である。 スオミ人の固有の文化は、ゲルマン民族とは大きく違い、隣国ロシア国境地帯のカレリア人や、フィンランド湾対岸のエストニア人と共通点が多い。しかし、フィンランドは、旧スウェーデン領なので北ゲルマン文化の影響を強く受け、少数民族として、スウェーデン系フィンランド人もおり、スオミ語だけでなく、スウェーデン語も公用語になっている。また、ノルウェー、スウェーデン、 フィンランドの北部一帯のラップランドに、やはり、ウラル系のサーミが、少数民族として住む。グリーンランドには、エスキモー系のカラーリットが住み、デンマーク全体では、少数民族だがグリーンランドでは、多数民族である。宗教は、キリスト教プロテスタント系のルーテル教会の割合が、非常に高い。国旗は、スカンディナビア十字と呼ばれる左寄りの十字を、使っている国が多い。 近世まではデンマーク、ノルウェー、スウェーデンの3国が北欧諸国だった。ただし地域としては現在のアイスランドやフィンランドも含みソ連崩壊後は独立したバルト三国も含むようになった。ありがとうございます。